今何を思いついたでしょう。部屋の中を片付ける。そこにね、本も読む。ノートとかパスワード出す。とにかく片付ける。もうちょっと簡素化。金儲けは大変。ノート、本見て進める。で、あれ3年ぐらい読んでないですよ。だからね、東大じゃないけど、何回読みなさい。それとね、ふと思うけどね、例えばね、俺毎日出る数値が入るんですわ。何倍行こうとかね。俺、ふと考えたら、外で今日1時間やったけど、3分で家帰ってきたでしょ。だから金儲けは難しい。外ではできんでしょ。これその100円っていう金あったから、例えば出れるんだよね。ビールも買えるからね。なかったら出る気もないです。だから自己管理は難しい。だから億万長者になる人はいない。なんとかな。ササミに出てきたな。100円の力ってすごいですね。まあ以上。